は昨日高島屋でアンリアレーシのトークショーのイベントなんかもやってたんで、それの返却の荷物を一緒に運びながら撮影してますね。で、ジョン・ローレン・サリバンのコレクションなんですけれども、2007年から10年は東京で発表してまして、で11年から14年はパリで、2015、16年秋冬に東京で最後のコレクションをしたんで、もう5、6年ぶりの東京でのコレクションということなんで、めちゃくちゃ楽しみですね。今はロンドンでの発表に切り替えてるんで、まあ、パリコレクションとかだと結構買い付けでバイヤーの方々も行かれるんで、いろんなコレクション見る機会が多いと思うんですけど、まあ、ロンドンで発表されて、いつもより早い時期に発表されてるんで、なかなかコレクションリアルで見ることのできない超超貴重なコレクションになるので、これは撮影せればというので回してますね。まあ、そしてまあ東京のファッションウィークとかがこれからあるんですけれども、その前に独自での発表、しかもコロナ禍でリアルにショーを開催するっていう、この意気込みがなんかサリバンらしくて非常にワクワクしています。では早速潜入していきたいと思います。来場者は僕たちバイヤーやアパレル業界ジャーナリスト、ブランドと親交のある著名人の方、それ以外にもジョン・ローレン・サリバンに身を包んだお客様も多くご来場されておりました。今回の会場は東京品川にある寺田倉庫、コンクリートに囲まれた独特で無機質な空間、高さ奥行きがあり広さもあるので、ファッションショーにはもってこいのイベントスペースです。コレクションといえばやはり演出も見どころの一つ、会場の雰囲気も真っ暗にして赤いライトが照らされているのみで、まあ、今の時代のこのコロナの混沌とした時代を演出で表現しているのかなと思いました。このライティングなんで分かりづらいですけれども、本当皆さんジョン・ローレン・サリバンをかっこよく着てて、その辺も結構動画でお伝えしたかったんですけれども、皆さんめちゃくちゃ似合ってて本当かっこいいブランドだなって改めて思いました。コレクションスタートまで少し時間がありましたので会場内を散策してみました。サリバンの洋服の表現でも欠かせない要素の一つ音楽、こういうスピーカーなどが乱雑に置かれている様子もなんかかっこいいですよね。来場者限定のノベルティもちゃっかりいただいちゃいました。モデルさんのウォーキングを見ることができて、なんか臨場感、すごいライブ感があって良かったですね。海外進出以降、なかなかショーを見ることができなかった日本のファンの皆様に向けて披露したいという思いも込められた本コレクション。コロナ禍でなければ実現しなかった東京という場所での発表なので、自分もそのファンの一人として非常に楽しみで、まさかジョン・ローレン・サリバンのコレクションをリアルで見ることができるなんて思ってもなかったので本当に楽しみです。
やー素晴らしいショーでしたね。ショーの時見ていただきたいポイントとして、最後出てくるデザイナーさんのスタイルですね。白パンにレザー、これが今のアラサの気分なんでしょうかね。ショー終了後にいただいたプレスリリースで知ったんですが、今回のスタイリングの後、高弘宮下ザソロイストの宮下高弘が担当で、まさに東京でしか実現できなかったブランドの垣根も超えた演出になってましたね。一応今回のテーマがプロテクトということで、今までのエレガントさかける結構ミリタリー要素が強くて、より男らしい素材感、なんかミリタリーとかレザーとかそういうのがあって、展示会で見るのが楽しみですね。来週ぐらいに見に行くので、皆さんルック何番目のこれが良かったとか気になるアイテムがあれば、リアルなコメントどんどんお待ちしておりますので、よろしくお願いします。